こんにちは、 D2S の藤村明です。よろしくお願いします。今年 D2S は10周年迎えました。10歳になって GPU アクセラレーションの会社ということを自覚しました。 GPU アクセラレーションを使ってもうこの3年間ソフトウェアの製品4つとそれからコンピューテーションデザインプラットフォーム CDP を2世代新しく出せました。今後とも同じようなペースで続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。GPU アクセラレーションというのは別に D2S に関係なくの世界の技術の傾向だと思っています。NVIDIA の価値を見ると分かると思うんですけども、去年2016年の1月には18ビリオンドルだったのが今88ビリオンあの1年半で7兆円伸びてるんですよね。すごいですよね。これはなぜかっていうと、ゲームに関係ないですよね。元はゲームだったのがハイパフォーマンスコンピューティングに入ってシミュレーションだとかイメージプロセッシングだとかのメディカルプロセッシングだとかの衛星のイメージだとかのプロセッシングを始めて、それから今ディープラーニング、それから自動運転にの GPU がものすごい勢いで使われているので、だから伸びてるんですよね。でこれは別にその自動運転とかに限らずの、運転するのをの GPU に頼る、ディープラーニングに頼るんだったらいろんな他のこともディープラーニングでできるんじゃないかって、で今技術の世界ではどこを見てものすごい傾向です。でマスクの業界でも同じだと思います。今年のフォトマスクジャパン、横浜で企画されました、4月でしたよね、のフォトマスクジャパンでも同じです。今年 の企画の方たちものすごく素晴らしかったと思います。特に初日のキーノートスピーカーにの NVIDIA 日本のバジス様を紹介いたしまして、でキーノートスピーチものすごく良かったと思います。もちろんそのイメージプロセッシングだとかそういうことのお話もなさりましたけども、最後にディープラーニングのお話なさりまして、囲碁とかそれからアメリカのチェスとかのもう人間のチャンピオンでも装置にかなわないっていう世界になりました。でイメージとかをのテクストに翻訳するとかのそういうようなことも人間よりも装置の方が早いしうまいっていう世界になっています。ディープラーニングっていうのは一つの特徴として、一回習い出すと、習うインフラが出来上がると自分で習っていく、データを上げるだけでどんどん習ってどんどん良くなっていくのですごいスピードで習います。人間の、3歳の子供がの習うような感じで、ただ違うのは装置は寝なくていいからどん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 習えるんですよね。それからデータがインターネットにつなげるとか、それからいろんなデータを上げるとか、それから運転しながらのビデオを撮るとか、そういうことを使っての自分で習うということをどん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 繰り上げていくので、すごいスピードで発展していくと思います。マスクの業界でもそうだと思います。そういうこともありますので、PMJ の方たちはそのバジスさんの一般的な GPU のお話を続いてのマスクの業界で GPU どう使われてるかっていう話につなげました。で論文を6つ出しまして、でニューフレアの中山田様が、マスクの業界の中でマシンラーニングをどう使うかという話をなさりまして、それから D2S もいくつか論文出しました。その後と D2S とニューフレアがジョイントで2つ発表いたしまして、1つは、
サーモノエフェクトコレクション、あの温度調整ですかね、温度調整っていう機能が、BSP 先端の BSP の EBM9500 っていう装置にもうすでに入ってるんですけども、それ の, あの、まあ、もっと発展したバージョン の装置にはまだ含まれてないんですけどもの、まあ、あの こういうこともできますよと、こんな膨大な計算が必要なことも GPU アクセラレーションがあればできるようになるんですねっていうようなお話をしました。でそれに続いてマルチビームの NBM1000 っていう機能の中で PLDC ピクセルレボルドーズコレクションっていう機能がのその NBM1000 に含まれていますっていうお話を発表いたしました。この PLDC っていうのは何かっていうと、のまあマルチビームっていうのはピクセルベース10ナノメーターの10のピクセルベースですので、の銅像を全部いじくれるわけなんですよね。でそういう意味ではあのまああのフォトショップでイメージをのいじくれるのと、まあ、同じようにいろんなイメージのエンハンスメントができます。ただ時間がかかりますから、の500テラバイトのデータをいじくんなきゃいけないんで、すごいあのコンピューターが必要なんですけども、あの5世代目 のコンピューテーショナルデザインプラットフォームを使って888テラフロップ の機能を用いて、インライン、要するに装置が描画している間に計算をすることができるっていう機能で、のリニアリティコレクション、CD ユニフォーミティのエンハンスメント、ラインエッジラフネスを良くする、そしてプリンタビリティも良くなるっていうことをインラインでできるっていうことを発表いたしました。インラインでできるっていうことはのマスクのメーカーさんにとってみればのターンアラウンドタイムに影響なしでこういうことができるっていうことになります。まあ、ずっと昔からマスクの装置には PEC とか LEC とか FEC とかチャージングエフェクトとかいろいろなコレクションをしてまいりましたが、の今来初めて、ショートレンジの、コレクションができる、そして EUV のミドレンジも含めて、まあ、大体10ナノメーターぐらいから100ミクロンぐらい の影響を、コレクションできるっていう機能です。の、まあ、役に立てると嬉しいと思います。その後この PMJ のコンフェレンスではいろいろなお話がありまして、もちろんマルチビームのお話がありました。そして、まあ、マルチビームは多分の今年中2017年中に、プロダクションに使うことになるんじゃないかと思います。 EUV とナノインプリントのなんていうかバトルですよねがの面白くなってきているので、まあ、そのまたあの PMJ の企画の方たちがものすごく面白いパネルセッションを作りまして、のすごいパネル人がたくさん並んでいる、その中でのどっちが先になるかの EUV のを使ったウェアかナノインプレートを使ったウェアかどっちが先に量産に出るかっていうのまあ、お話だったんですけども、で面白いのがのオーディエンスのメンバーにのセンスを渡して、の片側には EUV があって、もう片側にはニルナノインプリントリソグラフィーって書いてありまして、のオーディエンスがボーティングしました。紅白みたいにね。ので、結局 EUV が勝ちました。私は個人的にナノインプリントって言ったんですけども、実はその前に私は、まあ、もちろんマルチビームは一番最初でしょう、ですけどもその次はもしかしたら自動運転かもしれませんねって申し上げました。でその後、まあ、EUV は一般的に使える、ナノインプリントは、リダンダンシーがあるデザインでない と使えないので、まあ期待されているのは EUV じゃないかと思いますけども、ナノインプリントの方が先じゃないかなとかは私は思っていきますけど、まあ面白いところです。まあそういう点で、9月にあるのバカスのコンフェレンス、モンテレーになります。 でもまあ、またの新しいお話が出てくるんじゃないかと思いますので期待しています。
の E ビームイニシアティブも、1年1回あるマスクメーカーサーベイの発表を初日にいたしまして、それから EB イニシアティブのイベントも9月11日の5時にあることになります。その時にまたお会いできると嬉しいです。じゃあ今回は以上です。どうもありがとうございました。